二人の子供がいないないバーで遊んでいる。ゲオールギオス・ヤコビディス、1895年、いないないバーとは、赤ちゃんをあやすときに使う言葉、または動作のことである。一般的な動作としては、赤ちゃんの前で自分の顔を両手で覆いながら、いないいないと唱え、バーと同時に両手を顔からどけて、赤ちゃんに顔を見せる。英語圏のいないないバーは、 日本とは少し違い、自分の顔を両手で折った後、ピーカブーと言い,い両手を顔からどける。発達心理学の概念を用いて言えば、いない,いないバーを喜ぶのは、個人差はあるものの、自我が芽生え事故と他者の分離が始まる、生後6ヶ月以降の赤ちゃんである。いない,いないバーをしている相手を他者として認識し、 いないいないという一時的な分離から再会を予期した後に、パート予期通りに再会が叶うことに、喜びや興奮を感じているものと思われる。なお、赤ちゃんにとっては、顔のみが他人の存在のすべてであり、顔を隠すと本当にその人が消えたと思い込むと考えられている。個人差はあるが、赤ちゃんは、生後満一歳頃になると、机や椅子などでできた資格を利用し、 自分から大人に対して、いないいないばーのような行動を取るようになる場合がある。大人の行動を模倣しているとも見て取れるが、自分から大人をあやすつもりで行動しているわけではなく、単に自分が動くことで、自分にとって、大人が一時的にいなくなってから現れたという、状況を作り出せることを発見したということであろう。ありがとうございます。